毎月5の日はコントの日。落ち着いて聞いてください。中田さん、検査の結果、あなたの余命はあと1ヶ月です。先生、なんとかならないんですか？なんで俺なんですか？落ち着いてください。一緒に頑張りましょう、中田さん。先生、中田です。勝手に病院抜け出してごめんなさい。今帰ってきました。中田さん、どこ行ってたんですか？お伝えしなきゃいけないことがあるんです。ええ、先生に余命を伝えられてからやりたいことを全部やってやろうと思って会社に辞表を提出してきたんです。え？ついでに嫌いだった上司をぶん殴ってやりました。すっきりしたな。その後、有り金全部はたいて世界一周旅行に行ったんです。サラ金から借りれるだけお金も借りて、ラスベガスで5000万負けちゃいました。先生、汗がすごいですけど、大丈夫ですか？なんでもありません。講習の面前でパンティーもかぶりました。エッフェル塔、マーライオン、万里の長城、これは真実の口にチンコ突っ込んでるところです。ツイッターにあげたら1億リツイートされてニューヨークタイムズにも載ったんですよ。最後にいいこともしようと思って腎臓を売りました。2個。中田さん、すみません。あなたの余命宣告は間違いだったんです。あなたはただの花粉症です。二人の流した汗はやがて大地を潤し泉となり、そうしてできたのが琵琶湖です。チャンネル登録はこっちだ。こっちだよ。こっちだ。こっちだ。